いさい。こんにちはです。ミスターアイさん、ミセスアイさん、並びに諸々のご関係の方々、大変昨日どうもこっち下げたんさい。こっちしました。で、今日もまたね、昨日のお土産ランチ、本当チョファーラです。チョファーラこっちしました。ありがとうございます。いや、昨日楽しかったです。本当ありがとうございます。今、あれから、ハリウッド行って、一生懸命、ジョン・トロボルタさんの名前探して、やっと見つけて、ダンス踊って、めっちゃ寒かったです。昨日は、何度ぐらいやったのかな。はっきり覚えてないんですけど、とにかく寒かったですね。雨もこうパラ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 降ってきてたりしたんで、余計なんか寒く感じたりとかしながら、まあ一応自分なりのベストを尽くしたと思うんですけど、まあ楽しくね、おろだせていただいたっていうか、ね、青春時代にね、まあまだちょっとあれだったんですけど、ね、ジョン・トラボルタっていうとね、サタデーナイトフィーバーとかね、来こうかめっちゃかっこよかったですもんね。今でもかっこいいみたいですもんね。飛行機のね、運転したりとか、なんかプライベートの仮装を持っていたりとか、なんかすごいっすよね。まあまあそういうのもすごいんですけど、やっぱり全ての人がね、やっぱり天才ですし、世界一だし、主人公だしね、ということをいつも念頭に置きながら、これからなんかいろんなことをもっともっと学んでいきたいなとかって思ってますけど。で、ミスターラブリューさん、コメントありがとうございます。本当いつもありがとうございますもんね。コメントがあるとまたね、YouTube の録画がっていうかできたり、またいろんなことを思い出したり考えたりしますんで、本当なんかありがたいですね。コメントありがたいですし、また皆さんがね、こうもう話もようまとまらない、もうね、やつなのにこうね、見ていただいて、面白かったよとかって言ってくれると嬉しいですね。ありがたいですね。まあね、ダンス上手だねって言ってくれて、どうもありがとうございます。もう本当嬉しいです。嬉しいです。まあダンスはね、なんか小さい頃からなんか好きだったですね。沖縄の踊りね、カッチャーシーって言うんですけど、こうね、好きでしたね。そうですね、歌も好きなんですけどね、歌はなんかいまいち自信がないっていうかね、まあな、まあ近々また練習してまあ雨の時なんかね、歌歌ったりしてますけど、あ、歌で、ね、すいませんね、歌ですいません、アリゾナから帰る時、携帯をね、あれなくしちゃって、誰かがこう拾ってくれてね、携帯ね、拾ってくれて、分かりやすいように岩の上に置いてくれて、で棒をね、通り道のところに絶対見るようにっていう形でやってくれて、本当あれもありがたかったんですけど、今日はその話じゃなくて、行く時もそうなんですけども、帰りもね、僕が聞いた話では何やったっけ、1時間半ぐらいで行って帰ってくるよみたいな感じの話だったんですけど、多分あれっていうのはその車で行けるところの話だったと思うんですね。でそれからそのアーチのところまでだと、まあ、歩いてまた1時間半ぐらい自分の感覚ではかかったんじゃないのかなっていう感じでしたね。でその時に歌をね、歌いながら歩くと、こう時間っていうか、その苦にならないっていう感覚
をこう自分で作ることができるっていう風な感じがしましたね。あと踊ってる時なんですけど多分一生懸命踊ってると、そうですね、やっぱりこういろんなことをこう発散することができるのかなとかってふと今思ったりしてますね。で、最近の若い子なんかめっちゃすごいですよね。踊ってみたとかっていうのを見てみると、でヒップホップやらなんやらかんやらこう組み合わせて、あれ超かっこいいっすね。できたらああいうあの踊りもちょっと勉強してみたいなとかって思いますね。ちょっとかっこいいですね。あの皆さんも一度ね、あのなんとかを踊ってみたとかっていうのをご覧になられると、若い女の子とかね、若いお兄ちゃんとか超かっこいいなとかって思いますね。ほんとなんかいい時代になってきましたよね。携帯からいろんなのが見れますし、ほんと面白い時代になったなとかって思いますね。で、あのそのね、志村けんさんのあの変なおじさんですか変なおじさんですね。似てますよね、あのハイサイ おじさんにね。で踊りもねなんか似てますね。だから志村さんに会う機会があったらちょっと聞いてみたいものですねもう8時だよ全集合とかね、本当大好きでしたね。なんか思い出すだけでなんか笑えてくるみたいなねたらいが上から落ちてきたりとか面白かったですね。なんか釘付けになった、テレビに釘付けになったのをなんか思い出しますね。本当お腹が抱えて笑いましたしね。いやー、本当コメントどうもありがとうございます。でね、今ロングビーチに来てますけど、ロングビーチ結構ね、街の近くあまりにも普通ね、サンディエゴとか結構フリーパーキングのところがあるんですけど、そのまあサンディエゴもダウンタウンとかねペイパーキングになってますけど、あのお金払ってねパーキングするところ多いんですけど、まあ同じかな。まあ初めて来たんでそのフリーパーキングのところが分からなくて、あのあれなのかもしれないんですけど、ペイパーキングがやっぱこうなんかもう周辺多かったんで、ちょっと離れたところに今車を止めて、あのね昨日いただいたお土産をごちそうになりました。本当ありがとうございます。で今ね、そのちょこっと、まあこっちもロングビーチなんでしょうけど、割と景色が綺麗でね、ちょっと見ていただきたいなとかって思うんですけど、ね、ちょっと風が強いかな、ね、下はビーチになってますね。で、あそこにキリンさんっていうか荷物を下ろすクレーンがめっちゃでかいですよね。あの船よりも、あ、もちろんでかいですよね。いっぱいありますね。あそこもちょっと行ってみたかったんですけどね、まあ、こんな感じで、で、おかげさまでね、あの私のソーラーパネルもね復活しまして、また冷蔵庫動いてますし、コーヒーね沸かしてます。まあ電気がダメな時にはあのカセットコンロでね沸かすこともできるんですけど、まあ何かと電気でやると便利ですよね。で、あと雨漏りなんですけど、やっぱりこうものすごく昨日降ってたんですよね、ものすごく。ああ一つ思いました、こっちではあの大雨のことをキャットエンドロッグとかなんとか確か言いますね。大雨が降ってることを、あの空からねキャットエンドロッグが落ちてきた、そうだったっけ、確かそうだったと思いますね。そういう表現確かしますね、大雨でなんかキャットエンドロッグだったかな。
なんか今そういうふうに説明 しようとすると定かではないですね。まあ、詳しい方また教えていただければ嬉しく思いますね。そうですね、本当ダンスは好きですね。ダンスは好きです。うまく説明できないんですけど、まあね、沖縄にはエイサーとかっていうのがあるんですよ。スリーサーサーとかでね、サーサーサーウネヒャーとかっていう、そのお盆の時にね、年に一度そのエイサーっていうのがあって、そういうなのが好きでしたね。でその中でもあの言い方がだいたい2つかな。チョンダラーっていう言い方をするところもあれば、うちの島ではその赤サナジャーっていう、その赤いふんどしのことなんですけど、 赤サナジャーっていう、そのER がつきますね。ほとんど踊りの時にはそういう踊りをやってたと思いますね。人を笑わせる滑稽の踊りがこう好きだったんですね、多分ね。ただ一度だけ太鼓をね、叩くのがかっこいいんで、それに憧れて、自分もちょっとさせてくれないかとかって言ったら、お前はダメだみたいなこと言われたような気もしないでもないですね。太鼓をね、こう叩いてる人、飛び跳ねたりね、柔道道というか、ハードな仕事な、仕事っていうか踊りなんですけど、やっぱりモテますよね。かっこいいですし。まあ自分もそういうのに憧れて、ちょっと、自分もさせてくれないとかって言うと、いやいや、ダメダメとかって言われた記憶があるような気がしますね。まあまあね、人それぞれ、ダンスもね、いろんなジャンルがありますね。最近はヒップホップとかね、ブレイクダンスを組み合わせたりとか、そういうの超かっこいいですね。憧れますね、自分もね。ああいうのができればいいなとかって思いますけど。まあまた機会を見つけて、そういうのに触れることができたらまたいいなとかって思いますけど、まあいろんなのに興味があって、いろんなのにチャレンジしてみたいなとかって思う今日この頃ですね。まあフォーエバー21っていうねメーカーさんの名前がありますけどね、フォーエバーヤングとかね、ロッド・スチュワートの歌でしたかね、そういうのもありますけど、まあそういう感じでね、まあ自分はフォーエバーキッズかもしれないですね。まだ子供みたいな感じなんで、そうですね、まあ中年よ大衆いいだけみたいな感じになってるのかもしれないですけど、まあもうまとまらない話で申し訳ありません、いつまで。でもそういうね、話もまとまらないようなビデオでも見ていただいて本当ありがとうございます。少しずつね、ステップアップステップアップしていけるような形で、精進っていうか勉強していきたいなとかって思ってますんで、ぜひ皆さんできればねチャンネル登録よろしくお願いします。まあできればね、グッドボタンも押していただければハッピーハッピーっていう感じですね。ということで Thank you for watching でした。ありがとうございます。さすがです。